こんにちはブルーホースです本日もビヨンドトーソールズでやっていきましょう今回は初めての面会ということでえっとえいきなりエイデンのシーンから始まってるこれもしかしていやあああんたのせいで怒られるんだからおごめんなさいえなんかすいませんでした <laughs> いきなり意見り怒られてるどど,どうしたらいい優しそうあそう これはお母さんママなのかないっ,てってことは、最初にやったパート1よりもさらに前の時系列の話になるのかなえっと、ど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 どうしたらいいママま、ママママ、えママが黒いどうしたらいいのこれ。あはジュディも暗い。先生が待ってます。あ、なるほど。先生か。マッシューズ先生。ちょっと。 私を助けて、ジュディにめっちゃ怒られてんだけど。あれこっちは、ああ、いけるね。あれあ、なるほど。離れすぎるといけないから、こっちは、これ以上いけないのか。あれ、ちょっと待って。どこ、ああ、いって,ていて、戻れなくなるかと思ってえっと,、えー、っとこれで戻るああ、いけるんだ。ああ。タブの操作がなかったから。えー、っと ああ、なんか急にコマンドの文字がなくないえー、っと、特になんかこう、で、調べられるもの、ね、カメラがあるわけでもなく。まあまあ、まあまあ。これは上着だね。冬なのかなそっちじゃないわよとか言われそうだけど。で、これで多忙したら、ああ、離れられるんだ。なるほどね。まあ、いやいや。とりあえず、マシュルジュ先生との初めての面会。 初めてのお使い的なジョディ。いやージョあ、ジョディだ、ジュディじゃなかった、ジョディだった。<laughs> 間違えた。もうパート4まで来て、名前間違える失礼だな。ごめんなさい。ネイ,ネイサン・マッシューズ。あれマッシューズ先生じゃないの,はの誰だ誰私と少しお話をしてくれないかな。もちろんです、もちろんです。ごめんね。あの、すごい最初悪役じゃねえか、こいつって言ったけど、本当はいい人なんだね。<laughs> 君さえよければだけど、ああ、えっと、なんだなんだこれは。 気になるのかい振って、あ、これあれだ、キラキラ、あ、これ月、なんかアメリカでよくあるよね、レイクタホってロサンゼルスにあるんだけど、行った時に、うん、こういうお土産買った。で、今は割れちゃった。<laughs> で、他には、なんか、あ、あるね、気になるのかいそれはね、私の数々の、あー、ネイサン・ドーキンス、なんか数々のなんか表彰状もらってるね。 すごいな、この博士。こんな子供がさ、いきなりさ、入ってきてさ、うろちょろうろちょろしててもさ、早くそこに座りなさいみたいな風にさ、どやさないって、すごい心の広い人だと思うよ。え、えっと、ちょっと待って。なんか、方向がなかなか出てこないから難しいね。そして急に固まるのが怖い。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんて本なんだろう。君はあ、好きです。うん。 ヒルガードの心理学とかね、カンデルの神経学とかね、それからカントの純粋理性批判とか、実践理性批判とか、そういうのを読むような人間なんでね。<laughs> だからなんだっていう話だけどね。これはなんだほうほう。つまり、ポルターガイスト現象を調べているってことね。5ミリだったらさ。 なんか、怪しいよね。誰かが動かしたんじゃねってかって思っちゃうけどね。うん。すごいのかどうかわかんないよって。<laughs> 何にも返さないよね。あんだけこんだけドーキンス博士喋ってくれてるのに。で、これは何だああ、私の妻と、ローラだよ。ローラでいいよ。あ<は>、ニコッとした。ええー、何歳なんだろう。そもそもが何歳なんだろうな。 なんか喋って返してあげて。お友達になれるかなとかさ。<laughs> さ、ようやく座りました。と。あ、録音してる。はい。お<の>ストレート。不思議な現象調べる仕事うん。つまり、ボルターガイストを調べている。頭がイカレポンチなんだ。そう。そう。なるほど、なるほど。怒っていますね。えー、っと、 そんなわけないわ。否定したくなる気持ちもわかる。い,い,るね、いますね。友、友達なのか友達じゃない気がする。ずっと一緒です。なんか、あの、知らない間にいます。それは分かんねえな。いつからいるか分かんないね。だって、<か>生まれた時の記憶なんかないですからね。エイデン。 えっといや分かんないそうわかんないから首振ってるだけなんであの肩をすくめるとかせられてる,る男なのエイデンってとりあえずちょっととりあえず書いてみようかじゃ書いてみるよお俺もエイデンがどんなのか知りたいんだよね奥さんめっちゃ美人だね娘さん髪型すごいおしゃれじゃ書いてみようかできるかなできる ギルから、ドゥルッドゥッドゥドゥルルルルー。えっ、ー、と、まずは右にシャそれから、位置を連打します。お団子一つ、かっき、あ、ちょっと待って、右腕の二の三頭筋のところ、なんか引っかき傷みたいなのがあるけど、あれ自分でやったのかなあ、まあそりゃそうなるわな。でもなんかライフラインがつながってるかな。 あ,あちょっとそれは見せられない。多分見せたとしてもわからないからってなりそうな気がするけどね。だからなんかこれよくよく見たらさ、離れすぎてさ、なんかダメージを受けたりとかするってさ、なんかあの遊戯王のマリクのね、あの、なんだっけ、ライフラインだっけ違うな。なんかあったよね。クジャクマイと城之内勝也が戦った試合のね、で、やられたモンスターのダメージを自分が負うっていう、うん。そんなのがあったけど、それっぽいかな。えー、っと、じゃあやってみせましょう。 やらぬならやらせてみせようほ、えー、ととぎすジュワンえっととりあえず博士のデータすべてが詰まっているパソコンを壊してやろうか <laughs> いきなりそれはよくないなこれジョディの意思でやってるのか彼にお願いしてやらせたのそれともねジョディの意思でやってるのかわかる命令そう私が命令しております ほうだから怒ってる怒ってんの私のせいじゃないのにどっかに行ってほしいそんなこと言わないでお友達って言ってもらってるんだからさまあ怖いことされたらそ,<の>そうかもしれないよねんそういうことあそれは違うの誰第三者が急に現れてきたぞ誰だ怪物 エイデンは、うん。あれでしょえ終わりあ、終わっちゃった。ほう。初めての面会。エイデンの絵を描いた。あ、描かないパターンもあるし、エイデンの力を見せないパターンもあるっていうことですね。なるほどな。なんとなく、ホルターガイスト現象を使うことができる藤原の祭っていう気がしてきたね。わかるかなヒカルの語。<laughs> 今ちょうどヒカルの語読んでるんで、パッと浮かんだんだけど。おうん。そんな気がしてきたね。 うん。語は、語が自分で打てちゃう藤原の際みたいなね。まパワーアップしちゃったよみたいな。そんな感じがするけどね。はい。ということでね。まあ、初めての面会ということで。これよりも前の、あれはあるのあ、エイディンとの出会いとかそういうなんか時系列とかあるのかななんかもう行ったり来たりして結構回収するのが難しいかもしれないけど。まあ、それによって多分ね、この、えっ、ー、と、ジョディの人生っていうのが決まっていくんだろうな。なんかそんな気がしてきましたね。はい。 ということで、短いパートでしたが、今回ここで終了したいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。